はいカメラマンの石山です、えー、今日はですね3月25日の月曜日になりますけども、えー、今日はですね先日動画1本あげましたけども X106 の、えー、抽選申し込み結果がね出ました、えー、残念ながら外れました私の周りで何人かの方がね申し込みされてましたけども 当選した方はとりあえず周りにはいません、えー、私みたいにね1社の販売店の抽選申し込みで終わってるだけのね、えー、人もいれば何か所かのお店にいろいろと、えー、申し込みをしたんだけど外れましたというね、えー、ふうに言われてる方もいて実際のねどのぐらいの販売個数だったのかねちょっとわからないんですけどもねうんまあ 少なくとも私の周りではですね、当選しましたという方は今のところいないかなという感じですね。この後ですね、えー、抽選申し込み販売ということで、これが終わった後のですね、えー、じゃあ次は予約販売が開始されるのかとかね、なんかいろいろと考えるところなんですけども、そういうアナウンスはまだ今のところ出ていませんね。まあ1回目の発売日が 決まったというふうにねなってましたけどもまあ実際に発売されてからいろいろとまた新しい情報がね出てくるのかもしれないんですけどもね、まあ、すごい人気になってるのかもともとの個数が少ないのかねその辺りはちょっと分かりませんけどもとりあえず私は外れましたということでご報告させていただきましたありがとうございました。